アワ隆成は日本の実業家、トリドールホールディングス創業者、代表取締役社長。兵庫県神戸市生まれ。1961年、兵庫県神戸市生まれ。父は兵庫県警察の警察官で、母と2歳上の兄の4人家族。3歳の時に加古川市へ転居し、中学校に進んだ頃に、父が雲幕下出血で死去。 母が内職で家計を支えながら、加古川東高等学校を卒業。兄も警察官になった。1981年神戸市外、国語大学入学。1年の時に本屋で立ち読みした雑誌に、神戸でケーキを売る菓子屋店の社長が外国製の愛車と写っている記事を読んで、ケーキ職人を志した。店を持とうと、1982年大学を中退。 新聞の求人欄で給料が最も高いところを探すと月収50万円というトラック運転手の募集があり早朝から深夜まで働いた気がつくと貯金が600万円になっていた日付が変わった深夜に寝泊まりしてたトラックターミナルの近くに軽トラックが来て若い男女が車で居酒屋をやっていた店を営む その二人の会話で癒されてく中、憩いの場を作りたいと居酒屋へ、夢が転じる。1985年8月に運送会社のトラック運転手として、開業資金をため、トリドール3番館を創業。淡田が子供の頃から育った加古川市で、国鉄の駅に近い路地に開いた。同時に、幼馴染みの女性に求婚、結婚。淡田は妻に、店を一緒にやろう。 生涯に、焼き鳥屋を3点持ちたいと話し、トリドール3番館と命名した。1990年、有限会社トリドールコーポレーション、代表取締役社長。1995年10月、株式会社トリドールへ、組織変更し、同社代表取締役社長に就任。30代後半に、父の故郷の丸亀市に立ち寄った。当時、焼き鳥の串に刺した玉ねぎが、 愛媛でたまたま畑を視察した帰りだった。その際、行列のできる店に遭遇。それが、香川徳さんのさぬきうどんだった。そのことがきっかけに2000年11月、丸亀製麺1号店を加古川市に開店。名前の由来は、父の故郷の丸亀と、長寿の象徴の鶴亀の亀に、丸というのが縁起がいいということから付けられた。2003年9月末、 JR 神戸駅に近い商業ビルの地下1階のフードコートにセルフ式さぬきうどん丸亀製麺を開業。当時は調理済みの料理を温めて出すだけの安い、早いの店ばかりだった。これなら勝てると決断した。2004年1月、鳥インフルエンザの影響で焼き鳥屋から緩やかにうどん屋へシフトチェンジ。当時の店舗の3分の2が焼き鳥。 売上は半分を占めていたが、2007年3月期の連結決算の売上高108億8500万円のうち丸亀製麺は41億6600万円と4割近くに達し、焼き鳥系を初めて上回る。7年で74点に達し業用を拡大した。2006年2月に東証マザーズ市場へ上場。2008年12月に東証一部へ昇格。 2011年4月にハワイで海外1号店を皮切りに、上海、ソウル、モスクワ、ジャカルタで開店。その後、M&A などを進め業用を拡大させた。2020年末現在は国内に857店舗、海外に11の国と237店舗を構える。志をしっかり立てれば、結果は高くなり、勤勉であれば事業は広くなる。 物事は二度考える程度にすれば十分。迷ったらあまり悩まず、どちらかなという問題はやる。TBS テレビフジテレビテレビ東京。ありがとうございます。